石村堂古墳群は、大韓民国ソウル特別市松白石村堂にある、三国時代くだら前期の古墳群。大韓民国指定史跡、第243号に指定されている。朝鮮半島中央部、ソウル特別市南東部の観光南岸に位置する古墳群である。くだらが、菅山城にあった時代の古墳で、くだらの王族、貴族の墓と推定される。 関山城の遺構と見られる風納め土壌、夢村土壌からは、それぞれ南西に約 2.8km、約 2km の距離にある。古墳群は1974年、1983年、1984年、1986年、1987年に、ソウル大学校博物館により発掘調査がなされている。 1917年の地図によると、石村道古墳群には約290基の墓があると見えるが、一帯は1970年から1980年代に都市開発を受けたため、ほとんどが消滅し、現在八景を残すのみとなっている。古墳の形態は、大むね石,石塚と、墳丘土工房に分かれ、戦前の調査では、石塚66基、土塚23基があったという。 そのうち主となる石石塚は、基礎となる紛糾の上に悪いし、遺体子を積み上げる方式をとっているが、石石の実からなる形式と石石内部に土を充填する形式がある。このような気段式石石塚は、高栗地域で知られるため、くだの建国勢力が高栗から南下したという文献情報と一致するとされる。ただし、古墳自体は高栗式とは相違が見られるため、 くだらし奇跡、石塚とも称される。このうち、特に3号墳は約50メートル四方と最大規模を誇る。これらの古墳群からは、中国東進の陶磁器も出土し、当時の中国南朝、くだら間の交流の様子が象徴されている。古墳群は、1975年5月27日に、石村道くだら初奇跡、石塚として、大韓民国指定史跡。 第243号に指定された。その後2011年7月28日、指定名称はソウル石村道古墳群に変更されている。3号墳なお近年の調査では、以上の他にも、関石塚が新たに発見されている。交通アクセス周辺、ありがとうございます。